こんばんは、真相の火曜日、キャスターの上杉隆です。こんばんは、西谷由紀子です。今回のゲストも、ね、前回もう話をしてなるほどなるほどなるほどと納得してたんですけど、うん、若干デジャブ感があったら何だろうと思ったら2年前、はい、丸2年前同じ話してた。状況変わって言葉言ってる言葉は同じなんですけど、日本の環境が変わってその通りだったなというこの方が今回もゲストです。はい、元経済産業省の官僚の小賀茂明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてお願いします。前回話をしててなんか疲れてきましたねそうですね、同じことを話していて、ひょっとして自分の頭が全然なんか変わってないないや本当にね、小賀さんが言ってたこと、別に小賀さんにあの何ですか、こびてるわけでもないし、別にねおベンチャー使ってるわけでもないけど、あの時ね言ったことそのままじゃないかと。そうですね、何が違うかというと、あの時は何を言ってんだとか、それはダメだというふうな周りの意見が、今はその通りだって言ってる、ダメだって言ってる人に限ってほらこうじゃないかというふうに責めてると。具体的に言うと、例えばね汚染水もそうだし、東京電力の破綻処理もそうだし、もうねいろんなことがその通りになってるんですけど、あの当時なんかいろいろ言われてた小賀さんですけど、当時なんかあの時、変なこと言ってごめんなさいとかいう、最近あるんですか、そういうのは。あ、ないですよそんなのは。だってあの政治家も含めて、役所っていうのはあの、ね、絶対間違えないという、そうなんです、ね、無病性っていうあの原則があって、私たちは間違えませんっていうのがあるので、うん、謝るっていうのはないんですよね。もう謝ると死んでしまうみたいな感じですよね無病主義といってこれは日本の記者クラブっていうのはまあずっと言ってますけど、世界で唯一無病主義が通用するジャーナリズムが日本の記者クラブシステムなんで、まあ似てんですよね。そうですね、だからこそ官報複合体という言葉を作った時もそうなんですけど、うん、まあねそっくりなんで、逆にこの人たち の, あの悪いところっていうのが見えにくいんですよね、システムとしてそうなっちゃって、うん、そうですね。で今回の、安倍さんが、まあ、前回話をした時のニュースですけど、東電の方ではまたお金をつぎ込むような手立てというか、うまく騙されて、5号機6号機福島第一原発廃炉にするということで、はい、広瀬社長に伝えて、そして広瀬社長が、それを受けるんで、まあ、ちょっとお金くださいとまた簡単に言うと言ったということなんですが、うん、そうですね、まあ、あの廃炉もですね、普通はあの例えば工場をね、まあ、要するに発電所って工場みたいなもんじゃないですか、電力作る。だから工場をもうこれ使えませんねって言ってあの畳みましょうっていうふうになると、うん、それが例えば1000億の価値があったら、うん、1000億の価値がなくなっちゃうわけじゃないですか、はい、だから損したってことになるから、その企業の会計上は損失処理しなくちゃいけないですね。そうするともうその木は大体こう大赤字になったりするし、場合によってはもう債務超過になって破綻だとかいうことになるんですけど、今経産省はですね、実はその廃炉をしても電力会社が損しないようにしようっていうことを、あの会計基準をなんか勝手に変えて、あのそういう仕組みを作る、あのもうほぼあの終わりに近づいてますけど、そういう作業をしてるんですよそんなことできるんですか。だから例えばあの、ね、どうでしょう、自動車工場を潰しますと。だけど本当はこの自動車工場とね、あと20年ぐらい使いたかったんだよね。